おはようございます。北海道ツーリング9日目スタートです。今日はですね、9月の6日なんですけれど、昨日地震が発生しまして、北海道ほぼ全域停電ということになってますね。もう一つ一つ交差点を注意して進まないと本当に危ない。いやー、まさか北海道にいる時にこんな大きな地震が起きるとは思ってなかったですね。で、今日ですね、苫小牧発のフェリーに乗って帰る予定なんですけれど、今のところですね、一応動いてるっぽいんですよね。で、ホームページも運休の連絡はないですし、メールも来てないんで、まあ多分大丈夫。あとはもう行ってみるしかないっすね、これは。で、俺がカスタム、イカリングとかのカスタムでお世話になってるラールミエールの神山さんがすごい心配してくれてて、いろいろと情報を送ってきてくれたり、電話してきてくれたり、はい、すごく助かってます。他にもツイッターとかメッセージとかですごい心配する声をいただいておりまして、はい、ありがとうございます。あれ、でも信号ついてる、ここ。おー、信号がこんなに嬉しいもんとは思ってなかった。あー、でも今のとこだけか。注意して進まないと。何人かこっちでもバイクに出会ってるんで、大丈夫かな、みんな。札幌の方とか、ちょっとね、もうツイッターとかでしか見えてないんですけど、ちょっとやばそうですよね。テレビが見れないんで、情報が欲しい。本当に情報が欲しい。で、ガソリンスタンドもね、やってるか分かんない状況なんですよね。てかもうやってないよな、電気ないし。ガソリン。ギリギリ。帯広の豚丼はね、また食いに来ればいいや。そう。またね、また来ればいいんですよ、北海道は。とりあえず街中を抜けてしまえば、信号はないので、まあまあある程度安心して走ることはできるんですけど、で、今回の震源地がまあそっちの方なんですよ。苫小牧とかその辺、ちょっと正確な場所はちょっとわかんないんですけど、新千歳とか確かあの辺あたりの断層かなんかですよね、確か。だから揺れがすごく強かったとこなんで、道路は大丈夫なのかっていう、亀裂が入ってるとことか液状化なってるとこもあるみたいなんで、道路の損傷がね、大丈夫かなっていうとこですね。すごいね、景色がほらいいんで堪能したいし、どっか泊まりたいんですけど、やっぱね、ちょっと早め早めにフェリーターミナル行っときたいっていうのは正直あるんですよね。もしかしたらどっか通行止めになってる可能性もまあなきにしもあらず、ないことをまあ祈ってますけど、そればっかりはちょっとわかんないんで、いやー、なんかね、すごい複雑な気分。でもね、この景色が悪いけどねえからな。まあ見れるものは見ておきましょう。やばいね、いい景色だ。なんか地震があったとは思えないぐらいなんか穏やかなんですよね。セイコマ、あー疲れた、休もう。お店は開いてるかわからんけど、開いてないね。あ、完全閉まってるわ。そうかい、そうかい。セブン入ろう。入れる。今ですね、苫小牧まであと30キロぐらいのところに来たんですけれども、亀裂とかがすごいし、あとね、セブン、なんかコンビニとか、てかお店ですよね。お店の中がね、もうぐちゃぐちゃになってた。そん中でもね、お店開けて営業してくれてて、本当にね、ありがたいですね。ただもう、電気が通ってないので、うわ、もうこことか、ダメだ。そう、だから電気通ってないから、もう商品とか溶け始めてるんですよね。冷凍冷蔵物が。アイスだけちょっと買わせていただきましたね。まあどうせゴミになっちゃうから、ちょっと俺のね、エネルギー補給も兼ねてですけど、そんぐらいしかできないですね。ぶっちゃけ帯広の方って、まあ俺のね、泊まったホテルもそうなんですけど、正直大した被害はなかったんですよ。結構揺れましたけど、震源地に近づくにつれてひどくなってる。まあ今日フェリーで帰れようが帰れまいが、とにかくまずは無事に苫小牧まで着くと。ここまで来たらもう大丈夫だとは思うんですけどね。とはいえ、
油断は禁物ですね。もうすぐですね、苫小牧なんですけども、まあなんか最後の最後でねこういう形になってしまって、ちょっとねすごく何とも言えないというか、被害に遭われた方もそうですし、出会ったバイク乗りの方々ちょっとねすごく心配なんですけども、ちょっとね北海道台風といい、まあ、初日の雷雨といい、あと今回の地震ね、本当になんか厳しい、自然って厳しいんだなって思っちゃいましたね。ただねすごく楽しんだ北海道ツーリングになったとは思ってます。今日はもうちょっとね起きてしまったから、まあ、しょうがないっていうのもなんか言葉が悪いかもしれないですけど、昨日まではね本当に目いっぱい北海道を満喫して、やっぱねまた来たいなと思いますよ。来年もそうですね、行きたいですね、ツーリング行けたらいいな。ちょっとね来年のことは本当に全然わかんないし、想像もついてないし、だって去年の今頃1年後にこうなってるって思ってなかったですもん。ああ、来年はどうなるかいろいろわかんないですけども、またいつか北海道には来れたらいいなと思ってます。まあもしかしたらもう一泊するかもしれない可能性もゼロじゃないですけどね。ただやっぱね熊本にツーリング行った時もそうですし、まあ311の時ともそうですけど、やっぱり沈んじゃいけないですね。だからやっぱ楽しむとこは楽しんでしっかりと、盛り上げるとダメかなとは思ってます。311の時にすごく沈んだ時の反省です。とりあえずフェリーターミナルまでは来れましたね。さああとは小泉三井フェリーサンフラワーが動いてるのかどうかっていうとこですよね。大洗こっちですね。さあどうかな。はい、今ですね確認をしてきました。本日は今のところ運行予定だそうです。ただ何が起きるか分かんないんで、もしかしたら欠航になるかもとのこと。まあ大丈夫ってことを信じて、はい、ちょっと待ちますかね。まあ時間はあるので15時からね乗船手続き開始なんで、はい、とりあえずなんとか無事に帰れそうな気配がしてます。よかったです。さあようやく乗船ですね。停電の影響で受付にすごく時間がねかかってしまいました。係員の方もねすごい大変だとは思うんですけど、本当にご苦労様です。さあ俺は東京へ帰ります。サンフラワー札幌、今回札幌行ってないけどね、次は行きたいですね。バイバイ北海道、また来ます。